魔法にかけられては2007年に公開されたディズニーのミュージカル映画。主演はエイミー・アダムズ。現実のニューヨークに迷い込んだ異世界のお姫様が巻き起こすドタバタ劇を 2D アニメーションと実写で描き分けている。前編に散りばめられた自己パロディ、伝統的なアナログアニメの手法の復活などが話題になった。アニメーションを制作しているのはジェームズ・バックスター・アニメーションであり、 創業者のジェームズ・バクスターは過去にウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオで働いていたことがある。主役のジゼル・ヒメは9年ぶりのディズニー・プリンセスであると同時に実写でスクリーンに登場する初のディズニー・プリンセスであると報道されていた。冒頭のディズニーロゴ演出がフロリダ州のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを模した CG アニメに新調された最初の作品でもある。 2007年10月20日にロンドン映画祭、同年10月27日にローマ映画祭で先行上映された。おとぎ話の世界、アンダレーシアに住むジゼル姫は、エドワード王子と出会ってその日のうちに婚約する。しかし、王子のママ母である悪の魔女、ナリスサは、自分が女王の座を奪われることを危惧し、ジゼル姫を永遠の幸せなど存在しない世界現代都市の、 ニューヨークに追放してしまう。大都会で路頭に迷ったジゼル姫は、仕事帰りの弁護士ロバートと娘のモーガンに、助けられる。ロバートとモーガンは浮世離れしたジゼル姫の言動に、困惑するが、天真爛漫な彼女の人柄に触れ、次第に、家族のように打ち解けてゆく。一方、エドワード王子と勇敢なリスのピップは、ジゼル姫を救い出すため現実の世界へ駆けつけるが、女王の手先。 ナサニエルの妨害によってなかなかジゼル姫を見つけることができない。やがてジゼル姫は現実の世界での恋愛の仕方と魔法の国での永遠の愛との違いを知り、また次第にロバートに惹かれつつある自分に気づき、戸惑いを隠せなくなっていくのであった。ジゼル本作のヒロイン、おとぎ話の世界アンダレーシアの麗しい乙女で森で動物たちと暮らしながら、いつか 王子様と真実の愛のキスをすることを夢見ていた。エドワード王子と出会って1日で婚約するが、王子のママ母なリッサの悪だくみで現実のニューヨークに迷い込んでしまう。ロマンチストだが強い信念を持っている。裁縫や掃除や歌が得意で、ロバートの家のカーテンからドレスを作ったり、動物たちを呼び寄せ部屋を綺麗にすることなどは、お手のものである。 これまでのディズニープリンセスをモデルにしているロバート・フィリップ・シニカルな離婚専門の弁護士。彼自身も離婚歴あり、ニューヨークのアパートで娘のモーガンと暮らしている。理性的で現実的な彼の生活はジゼルの登場で一変してしまい、早く彼女を追い返したいと考える。しかし徐々にジゼルの純粋さに眼下されて心を開き、忘れかけていた優しさやユーモア、そして 夢を取り戻していく。その性格が変化していく姿は、メリーポピンズのバンクス氏や、ロジャーラビットのエディバリアントなどをモデルにしている。エドワード王子アンダレーシアの王子、森の奥から響いた歌声に聞き惚れて、ジゼルを探し、結婚を決めた。その後ジゼルを追いかけて、ニューヨークへ向かう。正義感が強い反面、極めて率直すぎる性格で早とちりも多く。 他人の話をあまり聞かないため、時にトラブルメーカーになることも、言葉の話せなくなったピップのジェスチャーを全く理解せず、勘違いばかりする。現実の世界を知らず、もともと一般常識に疎い将軍から、バスを怪物と勘違いして、剣を突き刺したり、公園の大通りの真ん中で歌おうとして、サイクリングの一段と激突して、大事故を誘発してしまうなど行く先々で混乱を、 引き起こしてしてまう最終的には、ナンシーと恋に落ちる、過去のディズニープリンセス作品の王子や、美女と野獣のガストンなどをモデルにしている、ナリッサ女王本作のディズニーヴィランズ、エドワード王子のママ母でアンダレーシアの女王、女王の座を少しでも長く維持するため、エドワード王子が結婚相手を見つけないよう格索していたが、エドワード王子がジゼルと結婚すると決めたため、 魔女に噴して、アンダーレシアからジゼルを追放するが、ナサニエルがなかなか、ジゼルを始末できないのにゴーにやし、激怒しつつ、現実の世界にやってくるも、ラストシーンで、高層ビルから転落した際に宝石となって、砕け散った、白雪姫や、眠れる森の美女に登場する魔女をモデルにしている。ナザニエル・ナリッサの家来、表向きは、エドワードの従者だが、ナリッサに骨抜きにされている。 最後は、ナリッサの横暴に愛想を尽かす、ナンシー・トレメイン・ロバートのガールフレンド、ロバートと付き合って5年経過している。理知的なキャリアウーマンだが、ロマンチストな一面もある。ジゼルとナリッサ女王が対決している裏で、エドワード王子と恋に落ち、アンダレーシアに移住し、結婚式を挙げる、モーガン・フィリップ・ロバートの6歳の娘、父親のロバートから、夢や魔法は存在しないと教えられていた。 ジゼルを本物のプリンセスと信じ、母親のように慕う、父親のクレジットカードを持ち出すなど、したたかな一面もある。ピップジゼルの友人のリス、アンダレーシアではおしゃべりだったが、現実世界では人間の言葉を話すことができない。木村里子は本作が声優デビューとなる、エイミー・アダムスが歌う劇中歌も、木村里子による吹き替え歌となっている。 魔法にかけられての元となった脚本は、タッチストーンピクチャーズとソネンフェルド、ジョザフソンプロダクションズが購入した、ビル・ケリーの脚本を、トッド・アルコットが書き直している。当初は、ロブ・マーシャルの監督で2002年に制作される予定だったが、プロデューサーとの考えの違いからこの話は頓挫した。2003年、アダム・シャンクマンが監督となり、ロバート・スクーリーとマーク・マッコークルが台本を、 書き直した。2005年5月、ケビン・リマが監督に、脚本もビル・ケリーが、再び手掛けることになると報じられた。この時は2005年9月から制作が開始されると、されていた。2005年11月14日、ジゼル役に、エイミー・アダムスが決まった。ディズニー側は、より有名な女優を割り当てようとしたが、監督のリマは、ジゼルの役柄を引き立てるために、映画への出演数、 ロバート役のパトリック・デンプシーは、現代のチャーミング王子を想定して起用された。その後、ジェームズ・マースデン、スーザン・セランドンの出演が決定し、2006年4月12日に撮影が開始された。映画は、セルアニメーションから始まる。スクリーンサイズは、従来のアニメーションと同じ1.85、1。アニメーションは14分のものである。ディズニーは、セルアニメーション部門を、 すでに閉鎖しているので、パサデナのアニメーション会社、ジェームズ・バックスター・アニメーションに制作を一託した。創業者のジェームズ・バックスターはかつて、ディズニーのキャラクターを多数手掛けている。ロバートのアパートは116番通りに面している。映画は途中から実写に切り替わる。スクリーンサイズは2.35、1へと拡大する。実写パートの多くは、ニューヨークで撮影が行われた。 アニメの世界から現実の世界へ出る場面はタイムズスクエアで撮影が行われた。歩行者はその場にいた人たちをエキストラとして雇っている。ジゼルが暮らすことになるロバートのアパートはリバーサイドドライブと116番通りに面する実在のアパートである。セントラルパークではザッツ・ハウユーノーのミュージカル場面が撮影された。この映画の視覚効果の多くはティッペットスタジオが手掛けた。 リスのピップをはじめとする動物たちはここで画面に合成された。ピップやドラゴンにはモーションキャプチャで動きをつけ、マヤなどのソフトウェアで肉付けている。CIS ハリウッドはワイヤー消しを行った。DLFX 及びウェタデジタルもこの映画の視覚効果を担当した。登場する動物はすべてが CG ではなく、ハッピーワーキングソングでは本物のネズミとハトが登場し、 CG との見分けをつきにくくしている。ただしゴキブリはすべて CG である。作曲は数々のディズニーの映画音楽を手掛けたアラン・メンケンが担当した。作詞はブロードウェイミュージカルのスティーブン・シュワルツ。メンケンとシュワルツは過去にポカホンタス、ノートルダムの金で共同作業をしていた。ジゼルの歌ううちの3曲は過去のディズニー映画の歌を参考にしている。最初に歌われる True Love's Kiss には過去の作品への敬意が込められている。彼らはシンデレラや白雪姫に対抗できる作品を作ろうと試みた。そのためジゼル役のアダムスはこの歌をオペラのように歌っている。Happy w ーーキン k i n g Song と That's How You Know にも過去の作品への敬意が込められているが皮肉も入っていた。メンケンは古典的なディズニーながらも 少しずつ現代的な表現を取り入れるようにした。終盤に流れるソクローズはより現代的なアダルトバラードに仕上げている。二人は6曲の歌を作り、5曲が最終的に採用された。ジェームズ・マースレムとイディナ・ベンゼルが歌うエンチャンテッドは採用されなかった。キャリー・アンダーウッドの歌うエバー・エバー・アフターはシングルとしても発売された。この曲のミュージックビデオは、 映画同様セルアニメと実写映像で構成されている。日本版には続いて、ボーナストラックが収録されている。アメリカでは11月21日に公開された。高い評価を得ており、全米工業成績は2週続けて1位だった。その後も人気は続き、公開6週目には1億ドルを突破している。日本では3月14日に公開され、初登場1位となった。 初動動員数は42万4千人。初動工業収入は5億4千万円を記録。最終工業成績は29億1千万円。詳細は EN、エンチャンテットを参照任天堂 d DS のソフトとして販売。開発はディズニーインタラクティブスタジオ、ジゼル、エドワード、ピップを操作して魔女のナリッサを倒す。アメリカでは2007年11月14日に、 日本では2008年3月13日に発売。3月13日、目覚ましテレビのメディア見たカ勝デラックスにて、大掛かりな特集を組み、大塚の和、カルベ新一、中野美奈子、高島彩のイラストを特別に書き下ろした。また、スッキリ。でも、加藤浩次、テリー伊藤のイラストも書き下ろされた。監督のケビン・リマによれば、シーンやアクションやセリフなどに、 何千ものパロディがなされているという。そしてそれは、ディズニー作品のみならず、ディズニー以外の作品にも由来している。複数の作品、白雪姫、シンデレラ、不思議の国の、アリス、眠れる森の美女、メリーポピンズ、リトルマーメイド、美女と野獣ミッキーマウスその他の作品過去のディズニー作品に出演した役者が、作品のところどころで亀を出演している。 ありがとうございます。